こんにちは、アルです。スプラトゥーン噂調査団団長のアルです。今回の依頼がこちらです。じゃん、加藤和音さんですね。バグあります。まずタコツボキャニオンに行き、そこからホタルちゃんやアオリちゃんのいる家の屋根に登り、屋根をバケツで全部端まで塗ります。そして家の下に行きます。かっこ下は塗らない。そこから提灯が3個あるところの地面の端にイカで迫ると、インクを塗っていないのに潜ることのできる小ネタです。かっこ説明不足ですみません。もうやったかな。なるほどなるほど。これはインクじゃないところにイカで潜れるっていう小ネタですね。これができたらえらいことやぞ。さあやっていきましょう。タコツボキャニオンなんでね、時間関係なく調査に行けます。よし行くぜ。てい、はい、やってまいりましたね。さあここでこの屋根をバケツで全部塗る。で提灯が3つあるところなんで、多分ここですね。ここから行くといいみたいなんですね。屋根に登るときはここ塗ってもいいよな。とりあえずバケツで、バケツで端まで綺麗に全部塗ります。このバケツっていうのもなんか意味あるんかな。あ、下が塗れんけか。この下っていうかあれか、横。これで一旦きれいに全部塗り、これ塗れんのか。塗ります、塗ります、塗りましたね。 OK かな。もうちょっときれいに、この辺とかもかな。あ、ホタル姉さんにかかってんな。すいません今調査中なんです。あわわ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 、すいません。んで家の下に行きます。そして3個提灯があるところの地面の端にイカで迫ると、インクで塗っていないのに、ここか。あ、ここやな。確かに今チャポンって、これ本当じゃ。この辺、ここ、おーおーおーおお、すごいな。ほんとじゃ、塗ってないのに潜っとる。消えた。じゃーん。おお、すごいすごい。これ、これすごいですね。じゃん。イカで、インクじゃないところに、チャポン。あれ、いたいたいた。おお、すげえ。ちょん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 。これぞまさしくイカ忍者ですね。どうやってもインクのしぶきが立たない。すげえ。こっちじゃダメかな。こっちじゃダメなんだね。ここ普通にインクあるしね。なるほど。これはすごいぞ。えらいことやったぞ。あれ、うん、できた。うわ、すごいすごいすごい。ちょーん、ちょぽん。あれ、出た。で、この、スティックを何も押してないと出てくるんですけど、家方向に押すと、潜って、消えるっていうね。ジャンプしても出てくる。おお、すごい。これまさしく小ネタっていう感じですね。応用ができれば超強いイカ忍者だけど、まあ多分ここだけですよね。すごい、ありがとうございます。これこれすごいな。じゃーん。イカじゃない、イカじゃないじゃないすげえ、インクじゃないところ潜れましたね。この噂は本当でした。よし、姉さん見てました今。僕インクじゃないところ潜ったんですよ。この前はすいません、なんかね、すいません。チャポン。うわー、すごいな。よし、戻りましょう。はい、戻ってまいりました。今回はですね、イカでインクじゃないところで潜るというね、えらいことができる
小ネタ、またはあれはバグと言ってもいいんじゃないでしょうか。でしたね。加藤和音さん、ありがとうございます。加藤和音さんはスプラトゥーンの噂調査団になっておりますので、この動画のグッドボタンが10を超えるとランクアップという形でございます。おそらく超えるでしょうね、これはね。僕もちょっと自分の動画だけあまりグッド押したくない、押したくないっていうかね、自分で押すなよってなるんで、僕はちょっと押せないんですが、皆さんグッド押してあげてください。あとチャンネル登録、コメント、高評価もお願いいたします。今回すごかったですね。じゃあこれで終わります。じゃあね、バイバイ。